い、皆さんこんにちは、シュータカナです。今日のシュートリアルはアラウンドザワールドの紹介をしていきたいと思います。世界一周という名前のこの技なんですけど、僕が博打をしながらヨーヨーを回したり、あとこの前紹介したアラウンドザギャラクシーの中でもやっているのがこのアラウンドザワールド世界一周という技になるんですけど、皆さん多分ヨーヨーやってる方だったら最初にできるようになった技の一つだと思うんですけど、このアラウンドザワールドできてるだけでちょっと終わってたりしないですか？アラウンドもしかして50周ぐらい回したりとかしないですか？ということで、僕いつも実は自分のヨーヨーとかで最低でも30周以上は回せるようなヨーヨーのセッティングにしてます。セッティングだけじゃなくて実は強く回したりするコツがあるんです。このアラウンドザワールドが綺麗に回せるかどうかって、この後にあるリバースアラウンドザワールドとか、あと 2A ルーピングスタイルだと腕に糸を引っ掛けてこうくるくる回したりする動きがあるんですけど、こういうのをやった時にすごい重要になってきます。なので今日は綺麗に回すアラウンドザワールドのやり方を紹介していきたいと思います。それではシュー高田チャンネル行ってみましょう。それでは早速アラウンドザワールドのチュートリアルに入っていきたいと思います。これもヨーヨーを持っている手と反対の足を軽く前に出してあげてください。で、手を後ろから前に振りかぶって出してあげて、あの水が入ったバケツをこうブーンって振り回すみたいにヨーヨーを回してあげます。で、前に来た時に手のひらを反対にしてキャッチしてあげましょう。これがアラウンドザワールドのやり方で、慣れてきたらだんだんこう手を一緒に回しているのをちっちゃくしていってあげてください。さて、ここから応用です。アラウンドザワールドをきれいに回す、30周も40周も回すにはどうしたらいいかっていうところなんですけど、練習方法としては自分の家とか、いつも練習してる場所にこう何かしらテープでも何でもいいので線を1本引いてみてください。で、その上になるべくまっすぐ線の上を走るようにヨーヨーが回るように意識してあげてください。軽く回しただけでこんぐらい回ります。で、あともう一個アラウンドザワールドをきれいに回す方法なんですけど、指に引っ掛けてあげる、これがすごい重要になります。正面でやると人差し指にかけてちょっとグニグニしながら、こうガクンってなったらスイープが遅くなっちゃうので、ガクンってならないように手首をちょっとこう調節しながら回してあげてください。あともう一つアラウンドザワールドで力を入れるときに重要なのが、ここら辺でグッと止めてあげることが重要で、そうするとヨーヨーの勢いがかかるのでってなります。で、これはリバースアラウンドも一緒で、リバースアラウンドっていうのは下から投げてこっち向きでキャッチする技です。アラウンドザワールドが多分綺麗にできるようになったら、こっちは簡単に覚えれると思うんですけど、リバースアラウンドの時に僕はちょっとコツがあって、リバースアラウンドは中指と人差し指の間から出してここでグニグニします。そうするとなんか僕の練習してた中ではあんまりガクガクならないんですよ。という感じです。本当に簡単な技なんですけど、摩擦を減らしたりとか、なるべく指にぶつからないようにっていうのを意識してあげると、アラウンドも綺麗に回るようになると思います。ぜひ皆さん練習してみてください。この動画が気に入ったらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。もちろん質問も待ってるので、ぜひまたよろしくお願いします。というわけで、また次回のチュートリアルでお会いしましょう。じゃあねー。